スライドギターはギターの奏法の一つ。スライドバーと呼ぶ棒を指に装着、または持ち、弦がフレットや指板から浮いた状態のままバーを任意の位置で弦に接触させ、ピッキングして発音する奏法である。デビッド・ユージン・エドワーズによるボトルネック奏法別名であるボトルネックギターの由来は、もともとは、 薬瓶や酒瓶などの瓶の首の部分をカットしたものに指を通して使用していたことによる。初期のデルタブルースのスライドギター奏者は、アメリカ南部のミシシッピデルタ出身者が非常に多く、彼らがもともと畑で歌っていたアフリカ起源の歌が影響を与えていたと見られている。スライドギターの利点は、弦をフレットに触れさせずに音程を得られるため、スライドバーをスライドさせることで、 微分音の表現が可能になり、特有の幅広いビブラートやクリスタンドを行えることである。ハワイのギタリストは、標準的なチューニングから、いくつかの弦を緩める、スラックキーを使用し、これはコンテンポラリーな音楽シーンでは、オープンチューニングと呼ばれている。音楽理論的に、不協和音が多数存在するため、この双方を敬遠するミュージシャン、プロデューサー、 サウンドプロデューサーも少なからず存在する。この奏法は主にハワイアンやブルース、カントリーミュージックなどでの奏法として発達し、スライド奏法の演奏に特化したスティールギターがある。通常のスパニッシュタイプのギターにおいては、リゾネーターギターなどが音量が増大して、金属音の独特な効果が出ることも、相まって好んで用いられた。カントリーブルースのロバート・ジョンソン。 ブラインド・ウィリー・ジョンソン、タンパレット、ココモ・アーノルドらは、スライドギター演奏の初期の演奏家である。その後、マディ・ウォーターズやエルモア・ジェームスらにより、ブルースがエレクトリック化し、それをルーツとした白人ブルースロックの流星が起きて、エレクトリックギターで優れた、スライド演奏をするミュージシャンが現れた。デュアン・オールマンや、ロウェル・ジョージ、ジェシー・エド・デイビス、ライ・ク・ダー、デレクト・トラックス、 サニー、ランドレスラは、スライドギターの名手として知られている。金属製のスライドバーこの奏法が生み出された初期には、もっぱらガラス製のボトルネックが使用されたが、その後は、金属製のものが多く使われるようになり、いずれも、スライドバーと呼ぶ。ブラス、鉄、ステンレス、陶器など、また大きさ、形状、重さ、材質など様々なものがあり、それぞれ音の効果や、 弾きやすさなどが異なる。スライドバーは楽器店などで購入できるが、ガラス瓶を切断して自作することも可能である。剣道性を重視して製造されるガラス瓶から作ったスライドバーは楽器店で売られているものよりも肉厚で音が良いと言われることもあるが、しかし切り口が危険であるため、安全のため研磨するなどの DIY 技量が必要である。 化粧品や薬品などの小瓶を使うのも手で、スライドギターの名手として名高いルアン・オールマンは、コリシリンという薬の瓶をそのまま使っていた。ガラス瓶以外にもパイプレンチ、鉛の水道管や重心などを切って使うミュージシャンもおり、中には応急的、または演出的に、実ッライターやナイフを使う者も,もいる。座奏するスティールギターでは、通常は筒型のものではなく、 重量のある、無垢の金属棒を使用する。ありがとうございます。